カナダでは食堂で食べる人が多いです。例えば寿司や味噌汁、ラーメンなどが頭に浮かんでくるでしょう。照り焼きチキンも寿司屋で人気があるから。花とかキラキラ光るものを爪につけます。カナダ人はシンプルな爪が。